どうもニクマンです。今回コストコ購入品紹介開封編後編です。前編をご覧になってない方はぜひ前編もご覧ください。それでは後編スタート。まずはじめにグリルペッパーチキンサンドイッチ 100g あたり171円、 1182g 入ってて2021円でした。賞味期限は加工日含めて2日間ありました。サンドイッチシリーズからの新商品です。パッと見クロワッサン生地だったのでハイローラン&サンドイッチプラタに入ってるサンドイッチかなと思ったんですけど、よくよく見てみると全然違いそうです。やっぱりクロワッサン生地のサンドイッチって惹かれちゃいます。店頭にはこんな感じで書かれてました。ペッパーが香る国産鶏胸肉とキャロットラペをクロワッサンでサンドしました。たっぷりの具材が満足感のある一品です。お好みでマヨマスタードソースをつけてお召し上がりくださいと書かれてます。もうすでに美味しそうです。では開けていきましょう。オープン。コストコで販売されているクロワッサンの大きいバージョンにいろいろなものがサンドされてます。チキンが大きそう。中を見てみるとペッパーでしっかりと味付けされてそうなお肉が 4,5 枚入ってて、その下には人参のマリネのようなものが入ってます。あとはトマトとロメインレタスです。半分にもカットしやすかったです。いただきます。これ美味しい。お肉はとっても柔らかくすごくしっとりしていて、胸肉とは思えない美味しさです。それにペッパーも効いていてしっかり味付けがあるのでお肉だけでも美味しいです。そこにマリネされた人参とトマトが加わり、あっさりとさっぱりとしたサンドイッチで食べられました。お肉感も野菜感もしっかりあるので満足感がありました。そしてマスタードソースは本当に美味しいです。マヨネーズベースで辛くもないのでお子様でも食べられると思います。お値段4個入ってたので1個あたりは505円とちょっと最初お高く感じたんですが、食べてみると納得の金額でした。サンドイッチ系はいろいろなパンで販売されてるんですが、やっぱりクロワッサン生地が一番美味しく感じます。これは来週にでも買いたいぐらいすごく美味しかったです。リピートあり。続いてカナダ産ハードバイトターキースタッフィング 625g 入り、お値段が1198円でした。買った日から6ヶ月間ぐらいありました。またまたハードバイトさんからの新商品です。年末あたりに紅白ポテトチップスが出てて、薄塩味でシンプルながらもとっても美味しかった商品です。こちら商品コストコオンラインショップにも販売されてます。商品の特徴、七面鳥料理の付け合わせで出るスタッフィングを再現、いろいろなハーブがミックスされた複雑な味わい、今までにはないグルメなチップス、商品の詳細、熱狂的なファンの多いハードバイトの新作は七面鳥料理の付け合わせの味をチップスで再現されてるみたいです。スタッフィングってどういう意味なのかなと調べてみると、七面鳥をローストする際に鶏の中に入れて焼く詰め物のことみたいです。固くなったパンやコーンブレッド、ワイルドライスなどがベースで、大体は玉ねぎやセロリなどの野菜をたっぷりのバターで炒めてパンとブロスであえて焼くのが基本のレシピ。ナッツやフルーツ、ソーセージなどを入れるレシピもあり、家庭によっていろいろな味があるそうです。確かにこの商品の原材料を見てみると香辛料、いろいろなものが使われてます。では開けていきましょう。オープン。シーズニングのちょっと味が濃そうないい香りがしてきます。いただきます。これ私好き。味はコンソメベースで複雑なハーブの味ながらも一番ローズマリーの味が際立ってます。
噛めば噛むほどローズマリーの香りと味が口の中に広がりました。味はシーズニングが結構かかってるので濃いめに感じます。あとちょっと甘みもあります。これがまた癖になる。食べてみて大人向きなポテトチップスだなと感じました。ローズマリーが結構効いたポテトチップスって日本にはないと思うので、普段味わえない味が楽しめるならお値段1198円はお安い金額かなと感じました。最近のハードバイトさんの新商品、私好みです。美味しかったのでリピートあり。続いてフランス産メニセーズクラスティーロール6個3袋入り、お値段が通常1198円のところ割引してて998円でした。1個あたり55円です。賞味期限は買った日から2日間ありました。メニセーズのパン久しぶりに購入したので、ちょっとよく見ないで買ったら賞味期限が翌日というものを買ってしまいました。以前のメニセーズは冷凍のものを出すときに賞味期限が貼られる感じで、もうちょっとよく見て買えばよかったなと反省です。いろいろな種類販売されてますが、やっぱり一番購入したことあるのはプチパンです。以前フランスパンにハマってるときはよく購入してました。メニセーズのパンは半焼性パンなので、お家でオーブンだったりエアフライヤーで焼き上げて食べるパンです。私がメニセーズ好きなポイントとしては、やっぱり家で焼きたてのパンが食べられる、そして常温保存できるというのがすごくいい商品だなと思ってます。ライ麦が使われてるパンってすっごく色合いがいいですよね。それだけでそそられちゃう。1個は食べやすいサイズ感です。200度から220度で5分から6分焼いてきます。210度で6分間焼いてきました。ライ麦のようないい香りがしてきます。表面はやっぱり固めですね。いただきます。やっぱり高級感のあるようなパンで美味しい。ホテルで出てくるような私の好きな味で、オリーブとよく合います。外はカリッとしてるんですけど、中はもちっとふわっとしててすごく食べやすいです。ライ麦とサワーシュの味が結構強めで、ちょっと酸味も味わえます。パン君はプチパンの方が好みみたいなんですが、私はこっちの方が好きかもしれない。食べてみて久しぶりのメニセーズのパンだったんですけど、やっぱり美味しかったです。メニセーズをよく買われてる方には、種類が増えて良くなった点と、冷凍でストックしやすく食べたい時に食べられる点、すごくいいなと思いました。1個あたりのお値段もお安いのでリピートあり。こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編後編でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中で外れっていう商品はなかったです。どれもとっても美味しく、またリピートしたいなと思う商品ばかりでした。今回のオフショットはこちらの商品ご紹介していきたいなと思ってます。イスラエル産のプロテインプレッセル3種各4袋で1568円でした。1袋あたりは131円です。店頭でプロテインセサミを見てきて、 708g のものが977円で販売されてました。この商品が出たからか7の末尾でお安く販売されてます。今回入ってるのは3種類シーソルトとゴマエブリシング、この3種類が入ってます。私はシーソルトは以前食べたことがあります。ちょっと味はしょっぱめなんですけど、素朴なビスケットで私好みでした。私が買った時よりかはプロテイン入りで種類も豊富ですごく進化してます。中は外箱通りのデザインで入ってます。ちょっと高級感のある質感のパッケージで、すごく私好みです。シェアもしやすそう。こんな感じ、英語でいいことも書かれてます。賞味期限も長めですね。
この中だとシーソルトだけ食べたことがあるので、その他の商品食べていきたいなと思います。このエブリシングって何の味なんだろう。緑色してます。2種類同じお皿に開けちゃったんですけど、エブリシングの方が黒いゴマのようなものがついてて、セサミの方は白っぽいですね。いただきます。美味しい。なんかどっかで食べたことある味。シーズニングが結構入ってて、結構玉ねぎのような味を感じます。塩味もありますね。セサミ、私は結構ゴマの方が好きかも。プレッツェルの素朴な味にゴマの香ばしさが相まって、ちょっと塩味はあるもののすごく食べやすいです。これによくクリームチーズをつけて食べるのが好きでした。あ、これ止まらなくなる美味しさです。今回私は2つの新しい味食べてみたんですけど、私の好きなランキングでいくと、セサミ、シーソルト、エブリシング、こんな感じの順になるかなと思います。エブリシングの玉ねぎ味もいいんですけどね、ちょっと味濃く感じちゃいました。以前は大袋だったんですけど、個包装で持ち運びやすいと考えるとこの商品も良かったです。ぜひ気になる方挑戦してみてください。クリームチーズ買いたくなっちゃう。